皆さん、こんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成澤宏行です。ただいま、車運転中です。本当に、昨日まで北海道行ってて、で、今朝新潟にフェリーで、この車ごとフェリー乗ったんですけど、着いて、で、そこから今自宅に帰ってるとですね、明日仕事があるので、それで一回帰ってきてるんですけど、どうしてもCP プラスあたりからオーストラリアってずっと休みなしで来たんで、まあ、久しぶりにちょっと休ませてもらったんですけどね。いろいろ投稿ここ届こうってすいません。で、今日のですね、テーマが XS20 なんですけど、その前に、さっきね、テンリフの山口さんから連絡が来たんですけど、このチャンネル登録者1000人いったらしいですね。ありがとうございます、ほんと。ねえ、こんな気楽な Vlog と、それから、ライブ配信でね、気楽に楽しくやらせてもらってますけど、やっとなんか収益化になるので、まあ、スパチャもできるようになります。はい。ねえ、だから、ちょっとでもね、まあ、大したお金ではないですけど、ちょっとでも小遣いになるのは本当ありが助かるなーっていう感じなんで、ね、応援してくれた皆さん、チャンネル登録してくれた皆さん、はい、ありがとうございます。まあ、これからも引き続きこんな感じで、気楽にですね、マイペースにやっていきますので、よろしくお願いします。で、XS20 ですよ。昨日発表されたやつ。富士フィルム X サミット PKK! バンコク。でね、やったやつです。それで XS20 だと XF3.5? ん ?8mm の3.5か。その2つが発表されたのかな。まだ私動画実は見てないんですけど、まあ、8mm の3.5はね、実はあまり興味ないんですよ。この今撮ってるタムロの11から20の2.8が来たので、あんまり実は興味なくてですね、そのワイドすぎてもどうしてもね、日周運動の影響を食らいすぎるから、で、F 値が、3.5でやや暗めとなると、まあ我々の撮影って、最低でも2.8っていうのが星空の撮影なんでね、成型写真の場合は。だからちょっとなんか、どんだけ良くても、まあ論外かなっていう感じがするんですけど、XS20 ですよ。はい、20万するんだってね。この XS10 っていくらだっけ ?15 万ぐらいだっけ?今これ XS10 で撮ってるんですけど。あ、そう、XS10 にタムロの11から20の2.8。まあ、これのレンズはこれから発売ですけど。をつけて、スリックのサクセションカップかな?うん。この間ライブ配信で見せてですね。それをつけて、車載動画を撮影しています。で、XS10 って15万ぐらいじゃなかったっけ?結構安かったよね。で、割とその上位機種の機能がもりっと入ったっていうことで、たくさん売れたし、今でも在庫ないし、中古市場でも在庫ないしみたいな感じで、すごい人気ありますよね。まあ、そんなカメラの後継機なんですけど、20万っていうことで、まあ、確かにね、スペックが上がってるのに高くなるのはしょうがないですけど、やっぱ20万って高いよね。北村とかマップカメラだと、ポイント分が、ビヨドバシピックのポイント分なくなって、まあ10万、18万ぐらいなんですか?で、買えるのかもしれないですけど。あ、でもそう考えると、頑張ったのか?うん。4K60p 撮れるってね。なぜ ?4K60p、動画が 4K60p 撮れますよと。60p ね、私やっぱね、欲しいんですよ。うん。で、それから、成沢的注目ポイントとしては、冷却ファンがつく。うん。XH2S、XH2 で使ってる、冷却ファンがつくと。これね、結構、私大きいです。はい。で、それから、バッテリーがね、倍になるんでしょ?これも大きいです。はい。じゃあ、一個一個ちょっと説明しましょうか。4K60p、これは動画の性能ですけど、XS10 だと、今使ってるこのカメラだと、60p のね、30p なんだよね。で、60p やっぱ欲しいんですよ。多分、この動画を公開した後で公開になると思いますが、スタジオグラフィックスさんで、開催した動画、ポートレート動画のセミナーの作例ですね。で、それが、4K60p で撮ったやつを、4K30p に落とし込んで、まあ、それは Z8 で撮ってるんですけど、まさか Z8 が来て初めて撮ったものが動画作例ってちょっとびっくりしましたけど、まあそれはいいとして。
だから 60p のやつを 30p の動画編集すると半分スピードを落とせるんですよ。だからスローモーションをかけれるっていう、まあ、元々ね、120p とかさ、そういうスローモーションのモードってあるんですけど、やっぱ画質は 4K でキープしたいのと、それからどっちどうとでもなるっていうね、最初からハイスピード撮影、そのスローモーション撮ると音声が入んないので、通常の動画としては使えないで、もうスローモーションだけしか使えないっていう感じになるから、だからね、そういうどうとでもなる、どっちにも触れるっていう使い方ができる撮影方法というか編集方法なので、やっぱそれ覚えちゃうとね、やっぱ 60p 欲しいんですよ。うん。で、第1回目のそのスタジオグラフィックスさんのポートレート動画セミナーの作例がですね、あれこのカメラで撮ってるんですけど、フルハイビジョンの FHD の 60p なんだよね。 4K で回せないんですよ。うん。だちょっとね、結構いい動画だなって自分でも思ってるんですけど、素敵な動画作らせてもらったんですけどね、モデルさんが素敵だったので、なんだけど、画質がちょっと上がらないっていうことで、やっぱね、あの動画も店頭で使いたいっていう話あったんですけど、やっぱりね、4K じゃないし、それから、なんだろう、いつも YouTube の動画アップするときに、最近なんかレンズのね、評価のやつとかあるじゃないですか。で、細かい文字とかやっぱ見づらいとかって言われるんですよ。性能評価する上で、FHD って200万画素だからね。うん、で、8K は、あ、違う、4K は800万画素、400万画素でしょ。だから、ちゃんと細かく性能チェックっていうか、細かい文字とか見るには、やっぱ 4K は必要なので、基本も 4K ベースで撮影することになってるんですよ。だからそこで、フルハイビジョン FHD が入ってくると、どうしてもメインではなくなっちゃうんですよね。ただちっちゃくて取り回しがいいから好きだったの。すごく使い勝手が良くて、動画用のリグをつけてずっと使ってましたけど、そんな中で 4K60p が撮れるようになるということで、それはね、クロップしてもいいから、クロップしないんだっけ、ちょっとそこわかんないですけど、それはね、ちょっと私ね、欲しいなって思いました。まあ、自分の仕事の上でね。うん。それから、次が、冷却ファンがつく。冷却ファンはね、夏の星空撮影必須っていうか、あるとすごくいい、助かるんですよ。どうしても夏ってね、これからまさに使う時期ですけど、熱ノイズが出るからね、あれつけることでカメラ冷えますから、熱ノイズがぐーんと下がるんですよ。うん。これはね、ほんと便利で、動画だけじゃなくて星の撮影でも便利なんですよね。だから、それがつけれるんだったら、今、XH2S を持ってるので、冷却ファン使って撮影してるんですよ。だから、それが使えるんだったらね、いや、それは便利だなって思うので、非常に嬉しい。まさかこのランクの機種にそれがつけられるようになるとは思わなかったんですね。あれ出してるメーカーって他にないよね、純正でもね。富士フィルムの結構ストロングポイントなのかなと、個人的には思ってますけど。それからバッテリーの持ち。XS10 は USB 給電ができたので、星空撮影とかタイムラプス撮影とかね、常に給電しとけばいいですから、そんなに困ってなかったんですけど、ただ、普段使いの写真を撮影するとか、Vlog を撮影するとかっていう音だと、どうしてもバッテリーの持ちがね、悪いんですよ。普段使いのやつにずっと USB 給電しとくわけいかないじゃないですか。で、そこに USB 給電のバッテリーずっとつけとくのも、もう本末転倒でしょ、ちっちゃいのに。だからさ、持ち歩くなかったんですよ。せっかく手ブレ補正強いのにね。いや、この ZFC とかさ、まあ、私こんなすぐ取り出せるようなところに今置いてるんですよ、このカメラ。そのぐらい気に入ってるんですけど、これめちゃめちゃいいんですけど、これも 4K30p までだし、あと手ブレ補正ないんだよね、これはね。うん。だから、なんか、気軽に普段使いで使う分にはいいんですけど、バッテリーの持ちはね、結構いいの。うん。普段使いで使う分にはいいんですけど、動画をガシガシ、その Vlog 以外で、作品作りとかで使うのはちょっとないかなっていう感じなんですね。でもこっちではそれができるようになるってことですよ。だから。ね。バッテリーの持ちがなんか倍になるんでしょ？倍になるってなんか書いてありましたけど、それは、いいわーって感じですね。
で、なんかね、本当それぞれ、メーカーあって、いろいろ特徴があるんだなと思いますけど、以前のライブ配信で、なんか富士フィルムの好きなところどこって言われて、色って答えのあんま好きじゃないって言いましたよね、私ね。スペックで、こう測れないっていうか数値化できないものなので、個人の好みも入るし。なんですけど、やっぱこれだけね、私もいろんなメーカーのカメラ使ってるとね、本当に富士ってね、色いいなとは思うんですよ。なんていうんだろうな、黒が艶やかというかね、黒い部分にすごいなんかレンジがあるというか、ハイライトとシャドウの部分に、なんかね、しっとりくるんですよ。で、昼間の写真は私、星の写真とは違って、画像処理なんてしたくないんで、できれば、撮影出しでやりたいですから、そういう音には結構ね、合ってたんですよね、私にはね。だから、ニコンのカメラも、ZFC もね、普段使いで今使ってますけど、やっぱこう、色を調整すると、頭の中にやっぱどっかで富士フィルムの色を求めてるもんね。なんか、いいんだか悪いんだか別として、やっぱ使い慣れちゃってるから、そっちに近づけようとしてる自分がいることに気づきました。まあ、これはこれでもちろん、すごくいいんで、めっちゃ気に入ってるんですけど、ただ、やっぱりなんか、ね、富士フィルムの色っていいんだなっていうのは、まあ、言い方としては好きじゃないんですけど、個人的には再確認したっていうのがあって、まあ、その中で XS20 の発表だったわけですね。ちょっともしよかったらね、この動画のコメントでくださいっていうか、もらったら嬉しいんですけど、被写体 AF、認識の AF、AI のディープラーニングで被写体認識しますよってあれなんですけど、あれ XS20 に搭載されてるじゃないですか。あれって使う人ってどんだけいるんですかね。あれ使う人ってもっと上の機種で行くんじゃないですかね。ねえ、私、正直そんな使わなくて、だから、その分ね、あの機能って結構すごいじゃないですか。だからその分値段が高くなるんだったら、なんか優勝アップデートとかにしてもらえばね、もっと安くなるのかなとか思ったりして。どうなんでしょうね。私だから AF はね、別に困ったことないっていうか、XS10 とかのその顔認識とか AF が悪いと思ったこともない。もっといいのが XSH2 とかさ、XH2S かとか、もっといいですけど、あれだけでもそんなに悪いとは思わなかったんで、そんなになんか過剰に良くする必要あんのかななんて思ったりしますけど、どうなんでしょうね。まあ、ということでですね、なんかもうこの話の流れでわかると思うんですけど、買うのかどうかっていう話で、予約をしました。はい。先ほどですね、サービスエリアに泊まった時に、富士フィルムのお友達にですね、LINE をしまして、1台お願いしますということで予約をしました。Z8 買ったばっかなのにね、買ったばっかっていうか明日発売か、取りに行きますけどね。いやー、というか Z8 買うためにいろいろやっぱりね、こういくつか機材を売るっていうことにしたんですよ。で、それでお金を工面して、まあ、やっと買ったんですけど、買うんですけどね。ここで XS20 か。まあ、発売来月だからまたなんか頭使ってやんなきゃいけないなって感じですけど、できればね、お金は崩さずに貯金をしたいんでね。ほんとね、私もね、言うほど儲かっ、なんかみんなが思うほど多分ね、お金もらってないですから、私ね。儲かってないですから。まあ、うまいことをやりくりしながら、この活動を続けて、細々と生きていこうと思いますが、チャンネル登録者もね、サブチャンネル1000人いったので、ぜひとも皆さん、今後とも応援のほどよろしくお願いいたします。で、まあ、XS20 については、サブチャンネルでもね、今後、サブチャンネルじゃない、メインチャンネルでも、今後、レビューとかしていきたいなとは思っていますので、多分事前に貸し出し機が来ることは、今の感じだとないと思う。今もないんでね。ないと思いますから、まあ、購入後かな、になりますけども。はい。梅雨だね。多分星はしばらく撮れないですけど。梅雨だし、夏はね、本当日本の夏は晴れない夏になったよね。まあ、その話はまたいいとして、そのうちレビューをしたいと思いますんで、はい、お楽しみにという感じです。
はい、それでは気をつけて帰ります。今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイしたっけねー。XS20 を予約しましたという動画でした。どうもどうも。